はい、どうも今回のご視聴ありがとうございます。ということで、ゴースト・オブ・ツシマパート3をね、やっていきたいと思います。今回の最初の目標はここですね。褒美がもらえる、このクエストをやっていきたいと思います。ということで、こっちですね。前回ここを生放送で、クリアしたので、今回は、その続きでね、やっていきたいなと思います。宿で石田のことを尋ねると。あ、動物がいるね。あ、待って。これはちょっと、降りて戦うしかないですね。いきます。おーい。決まりました。R1 でクエが投げる。おお、おお、すげえ。クナイ強っ。ジャンプで。ああ、オッケー。あ、倒した。あと7人の隊長を倒すと、風の型を獲得できると。開拓。お、噂が広まった。残念。ん、なんだこれ。おお、なんかいろいろあるね。時間は夜になりましたね。よーし、じゃあ行こうか。よし。こっちで合ってるね。日吉の湯。お前がいてよかった。すまんね。それ日吉の湯だ。あ、あー、やば、ミスった。落命。宿の者なら先生の所在を知っているはず。敵はいないね。あなた様がいらっしゃると安心します。あ、そう、お、竹があった。いたしませんか。皮を分けていただけたらお返しに何か差し上げましょう。ほう。ああ、あ、なるほど。これほどの品はありません。クナイもらいます。クナイ強かったから。恐れながら数が足りませんね。ああ、ダメだ。また来よう。まあでもいいか、区内が変えたから。まあいいんじゃないかな。あの鳥をご存知ですか。どのような鳥のことだ。金色の鳥です。
鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければあの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。ほうほうほう。お、なんかあるこっち。美しい弓をお持ちでいらっしゃいますね。あ、弓師？弓をお持ちですか？コモダの浜でなくした。それは残念でしたね。もし石川先生が生きていらっしゃれば、弓をお譲りくださるかもしれません。弓さえあれば、私がその力を引き出して差し上げます。おお。なるほど。これはちょっと頑張るしかないな。こっちだね。お手伝いできることは？酒井様、生きていらしたのですね。なんとかな。どこかで会ったか？ああ、いいえ、ただご出陣のお姿を見ただけです。これをお受け取りください。お探しの者へと誘う力があると言われています。それはお主が持っていよう。猛虎が怖くて私は動けません。もし道すがら花を見つけたらここに持ってきてもらえますか？いろいろ染め直しますよ。覚えておこう。助かった。お、着物もらったね。あー、なるほど。素材が足りないようですね。あー、無理か。足りないですね。ほう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 。いざない影風。またはい。また行くよ。あ、ここですね。あ、待って、花もらって。まさかあなたもお侍？生き残りは他にもいらっしゃったのか？一体誰のことだ？カシネに住んでいるとか。ぜひお会いになられてください。行ってみるとしよう。お侍？まさか。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは？生きておる。道場はどこだ？森の先です。ご案内いたしましょう。ちょっと行きましょうか。宿の主人についていけ。ご出陣なさらなかったので？そうだ、戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で。まあいつものことですけどね。ああ、こっちにいるのか。あの、先生の伝説は誠ですかね？伝説だと？たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。誠だ。もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけにゃ。後ろめたいことでも？滅相もございません。では心配には及ばん。すげえ、この道全部作ったんだろうね。あー、晴れてる日に来たかったなー、ここ。道場はあの山の上にあります。よし。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても？先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです？さあ、わからんな。いやいや、
道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。よし、じゃあ上行こうか。こっから多分登ってくのかな。空やばっか。竹やぶの中をこう突っ切るっていうね、これいいよね。着いた。石川の道場ですね。敵はいないと。いさかいがあったか調べてみよう。これは血の跡、新しくはない。足跡だ。見たものかいられたものか。ほうほうほう。射抜かれた後に矢を抜いておる。住居へ逃れられたのやも。どこ行ったんだろうね。武士にしては質素な庵。石川先生、酒井の跡取りか。生きておったとは。菰田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何とぞご助力を。遅れを取るなよ。石川の後へ。他に生き延びた者はおるか。おりませぬ。ではもう残念ながら他にはござらぬ。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴？女子か。生まれは。生まれは百姓。だが弓は並ぶ者などおらぬ。大主でさえな。そんな強いの。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。巴は神道よ。おお。ん？あ、やば、できたね。死んだ、オッケー。痛い痛い痛い。オッケー。背後から切る。だったタヌキだな。だが菰田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。ふう、勝った。巴の足跡だ。来い。あ、あったね。中山砦が抜かれた。
あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った後が襲われたか調べるんだ。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。血の跡わずかだが死者はおらぬな。米と泡手つかずだ。不意を打たれたな。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃尋問か拷問あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。それでは近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず心を研いで感じるものよ。あら、旗がある。ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも。増えてな者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。おお、半球っていうのかな。中程度の攻撃力、引き絞ると長さも中程度。かつては石川が長尾から受けたまったもの。たまったもの。手前にある灯籠を狙ってみろ。L2、ああ、なるほど。で、絞って。次これか。よし。次は奥の灯籠だ。左だぞ。違う。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの？的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。どう？ああ。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。オッケーオッケー、わかった。行くぞ。行くぞ。この弓があれば菰田でも。良き弓だが戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の武具は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。あー、ここで弓のあれか。備えがよく見えよ。ここから弓を使う感じか、多分。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。なんだこれ、蜂かな。あ、いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。こっちにもなんかある。まるで痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。ああ、爆発させるのか。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。火事か、いいね。騎兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやる。下の町に乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。オッケー。門が開きます。わしの合図を待て。
待とうか。待って、撃っちゃった？まだだぞ。撃っちゃったよ、もう。今だ、奴らをメイドよ、撃ってやれ。て。おー、オッケーオッケー。どうや？外した。下手くそか、下手くそか。行って。あ、間違えた。オッケー。まだいる？あ、いるね。これも使うか。じゃあ降ります。まあでも思ったほど火事になってないですね。あ、くそ。オッケー、倒した。浮いて。近づくか。オッケー。とどめを刺す。ああ、外した。刀には勝てまい。お、隊長倒した。あと6人だね。燃えろ燃えろ。やば。こいつ強かったな。あ、上にいるのか。ちょっと上行ってくれ。向こうにもいるね。ちょっと
オーケー、倒した。ふぅ、強かった。捕虜を撃つとは。縛られ矢の的にされたか。巴は、待て、これは巴のもの。あたりを調べろ。せっ、もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽根もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。猛虎の兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。うん、あとは、あ、あっちだね。女子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。なぜ。不思議だね。巻物。猛虎の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを猛虎に売ったということか。何？とんでもねえ女じゃん。聞こえたか。島の者。どこどこどこ。怪我をした男と話せ。あっちか。どうした。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ。己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、いてえよ。死にたくない。長いは無用、行くぞ。ああ、落命したか。殺しておれば。なんと。自由を得るため、巴は敵についたのだ。なぜ。先生。先生、ごめん。私が追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生。お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの休日を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ。わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ、約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めれば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。
はい、ということで技量をね獲得、イエーイ。これでなんか覚えてもいいけど、僕は一気にこう強くなりたい人間なんで、まだ使わないかな。次どれ行こう。褒美、まあ、距離よな、距離。移動できません。そうだな、どうしよう。これ行こうか。こっちかな。走れ、そら。こっちだね。日吉の道場で石川に会えと。あ、ミスった。危ね、危な。鳥さんがいるぞ。お、おお、青空の鉢巻き。お、やった。頭だから防具これだ。あー、青空。なんかいいような、いらないかな。酒井よ。先生、巴の消息はつかめたが、今のお主ではかなわんな。巴を鬼とお思いですか。まあ、誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主にはわからん。来い。いずこへ。弓の修練場、猛虎が鍛えておるらしい。おそらく巴もおるはず。よし、じゃあ石川のおっさんの後を追いますか。巴が恐れ知らずであれば、良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ。味方になりはせん。何故裏切りを。持てる技を全て授けてやったのだが、恩を仇で返したゆえ罰したのだ。おつらかったでしょう。中山で捕虜が死んでおっただろう。 あれは巴が殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。お、道があるね、ここ。ここを登っていけ。はい。先生は登れますか。どうした、もたもたするな。おいしょと。手を貸しますぞ。
まずまずの出来だ。いや、どっから来たし、どっから来たんだよ。登る以外なかったのでは。いや、登れと言っただけだ。お主の鍛錬にな。いやだ、日本式のものもあるな。猛虎は離れた様子です。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに。矢倉のそばだ。まずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。ほう。ほら急げ。おります、おります。矢が落ちたところだから向こうだね。幾人の猛虎が稽古を積んだ。人の首を的に見立てたのか。先生、猛虎です。わっわっわっ。オッケー、倒した。ちょっとやばい、 HP がまずい。わっ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 。ちょっとこの数は危ねえ危ねえ。先生、ご加勢ください。やばいやばい。先生、ご加勢ください。発射役と見渡すことだ。発射逃がそう。危ねえ危ねえ危ねえ。あっちっぺり。もう容赦せんぞ俺は今ので。なかなかの腕だ。こう敵からクナイが手に入るのいいね。これはゾンブンに休めましたか。立ちさばきを観察していた。ふぅ、猛虎がおるとご承知でしたね。まあな、敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だとお忘れですか。戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへやら。探しましょう。ここに足跡が10人かそれ以上。あとを追え。ほう、追うぜ。巴を見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつらいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。こっちだね。あ、バテたバテた。あー、日が沈んできたね。こっちだな。稽古とは何の罪があるというのだ。ちょっと制裁加えてくるわ。これやっちゃいけんことをやってるな、こいつらは。お、捕虜の救出。猛虎兵は民を捕らえて捕虜にする。敵が陣に気づくと真っ先に捕虜を殺そうとする。あ、だからバレないように。ほら、先にリーダーを倒そう。 OK、 隊長、あと5個で、風の型を獲得できると。これ頑張るしかないね。
おら、よいしょ。こいつ仲間や、ごめん間違えた。決まった。あ、なんかある。あ、下から行くってことか。大丈夫か？助けてくれ。この中に島の女子はいたか？やはり島の者、命を下してました。どのような？先生がどうとか、湯がどうとか、聞こえたのはそれだけです。面目ない。なるほど。下道に技を授けてしまったか。巴は猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日、志村やわしの教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士は守り手ぞ。不意打ちは野党のすること。駒田を知らぬゆえ。見ずともわかるわ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな、では道場で会おう。お、技量獲得。お、ゴフゲッツ。はい、ということで今日はですね、ここで一旦終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければまた次回ご視聴よろしくお願いします。ゴースト・オブ・ツシマでした。